いつも動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。今日は鎌倉に来ています。そして前の動画では鶴岡八幡宮に参拝させていただきました。詳しい内容はぜひそちらの動画を見てください。今回の動画で何をするかというと、参道の周辺がですね、実は鎌倉ビールというクラフトビールが美味しいということで、その噂を聞きまして、まあここを来る時にもちらっと見たので、鎌倉ビールを飲みながら食べ歩きをちょっとしてみようかなと思っています。もしこの動画面白いと思ったら高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。そしてまた旅の感動体験一緒に共有させてください。では今回の旅も始めていきましょう。ではこの道沿いをずっとまっすぐ歩いて、そして右側ですね、右に曲がると、ちょうど今こうたくさん車が並んでるのです。プライバシーの関係もあるからお見せできないんですけど、右に曲がると、あの鎌倉御山の一つ建長寺があったりします。でそんな先に真っ先に一つ見つけましたよ。行ってみましょうか。これちょっと気になりません？行ってみましょう。どれがおすすめですか？はい、どうぞ。はい、金目いただいてみます。はい、うま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 い。まだ試食していいということなんで、じゃあハラス行ってみましょうか。油の乗りがまあ全然違う。でちゃんと火が通ってるから美味しい。最高。完全に負けました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 。アジフライではまだあります。一、はい、枚。はい。はい、お待ちください。はい、試食に負けてアジフライ1枚いただきます。値段がめちゃめちゃいいですよ。1枚110円、これいいですよね。じゃあ早速いただいてみようと思います。ちょっとマスクがこんなチューブラインな形で申し訳ないんですけど、いやー鶴岡八幡宮やっぱりあの階段が特徴だと思うんで、でやっぱりたくさん歩くと疲れも出ますからね。ここでしっかりとエネルギー補給をしていい思い出にして帰る、これも食べ歩きの醍醐味なんじゃないかなって僕勝手に思ってます。山安さんのアジフライ来ましたよ。ほらこんなに肉厚で大きい、肉厚で大きい、肉厚で大きい、食べ応えのあるアジフライ来ましたよ。というわけでこれを早速いただいてみようと思います。試食してみます。着物男子にはこれが欠かせません。はい、またじゃじゃーん、またじゃじゃーん。僕のお気に入りの手ぬぐいです。これを膝掛けにして衣をこぼれないようにしながら、なるべく上品に食べていきたいと思います。いただきます。油がよく乗ってる、めちゃめちゃ美味しい。見てください、これ身が分厚い、なかなか厚みがありますよ、このアジフライ。あ、少なめかもしれないけど、本当これ食べ応えがある。うん、そしてこれ揚げたてだからすごく美味しい。前の動画で鶴岡八幡宮に立ち寄ったと思うんですよ。でここちょうど鶴岡八幡宮の途中にあるので、店の外に屋台って言ったらいいんですかね、出しててすごく目立ったんで、ちょっと気になってちょっと冷やかしてみようかなと思ったら、ガチでうまかった。ガチでうまい、ガチでうまい、なんて変な顔だ。美味しいです。でも本当美味しい。山安さんどうやら店の中でお土産物とかも販売しているようなので、このアジフライをきっかけにして店の中に入っていろいろとこう物色してみるというか、お気に入りのものを探してみるっていうのもちょっとありなんじゃないでしょうかね。あっという間、あっという間でした。ほんとあっという間に食べきっちゃいました。美味しかったです。ごちそうさまでした。じゃあもう一軒先に約束してるところがあるので、そこ行ってみましょう。今度は美味しい美味しい鎌倉ビールが楽しめますよ。
ということでブラーッと入っちゃったのがこのインビス鎌倉さんでした。で注文したのがゲーバーというドイツ北部の地ビールと、そしてケーゼドッグっていう初めて見たんですけれども、まあちょっと物珍しさ、あと興味本位でいただいてみました。ゲーバーが辛口のビールということで、辛口のビールっていうと日本にもあるんですけど、またそれとは違う味わいでとても美味しかったです。それしてですね、そのケーゼドッグとの相性がさらに良かった。インビス鎌倉さんのマスタードとケチャップ、これはお好みの量でいいんですけど、実はそんなにマスタードね、舌を刺すぐらい辛いっていうことはないんだそうです。実際食べてみて、そんなに辛いなと、痛いぐらい辛いなっていう感じることはありませんでした。今回は撮影ということでも入っちゃったんですけどもね、今度はプライベートで行ってみたいなと思いますね。というわけでインビス鎌倉さん、本当に美味しい料理ありがとうございました。また来ます、今度はプライベートで。というわけで次行ってみましょうか。調子に乗ってもう一軒立ち寄っちゃいました。こちらのお店になります。今回の鎌倉旅歩き企画最後のお店になると思います。長詰屋鎌倉小町店さんにお邪魔しております。早速お料理来てますのでご紹介したいと思います。こちらの湘南ビールのシバルツと、こちらのホットドッグ、今回はちょっとスペシャルバージョンということで来ておりますので、こちらをいただいて今回の旅の企画、僕を癒すためだけの自己満足企画のフィナーレとしたいと思っています。早速長詰屋鎌倉小町店さんのお料理をいただいてみたいと思います。いただきます。見てください、この真っ黒なビール、黒ビール、ちょっと泡がだいぶ減っちゃいましたけどね、美味しさに変わりはないはずなので。うまい。この湘南ビールのセット一つで1100円ということで、とてもリーズナブルだと思います。しかもこんなって言っても見えないですけど、今回頼んだのこのカレー味のチョイソで、しかもこれめちゃめちゃ分厚くて大きい、すごいじゃないですか。しかもマスタードがきちっとついてるんで、これめちゃめちゃ美味しいですよ。見てください、これ長詰屋さんがね、忘れましたって言って、これもちょっとよかったらっていう風に出してくださったんですよ。まさかまさかで、今どこにいらっしゃるんですけど、まさか僕は普通にもうホットドッグとあのシュバルツ湘南ビールだけいただければ十分だなと思ってたのに、これが出てきてしまってね。でしかもこれ食べてもいいっていうことでいただいてるんですけども、めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃうまい。いただきます。美味しいです。ありがとうございます。最強に美味しいです。今もさせてもらってもいいか、特におすすめの生ハムだと。あーだそうです、長詰屋さんのナンバーワンヒット作品、そしてナンバーワンのおすすめ生ハムです。目の前にオーナーさんですか。オーナーではないです。店の方いらっしゃるんですけども、その方差し置いて僕だけ写ってるんですけど、こんなね美味しいものをいただいていいのかなと思ってるんですけど、いただいちゃいます。あ、おん、あ、おん、食事に行きました。なんかあんまり詳しくはないんですけど、なんかちょっとスモークがうまいこと。そうです、はい、スモークかかってます。うん、1年半しっかり熟成もした国産の生ハムになってますので。私が喋るよりも言っちゃった方がいいかなと思って。ありがとうございます。いやもう今のスモークかかってるんじゃないかって当てずっぽうで言いましたからね。いやもうさすがに。当てずっぽうで言って当たっちゃいましたよ。本当美味しい。これ最後の一切れいただきます。うん、これは本当に優しい味、口の中にふわーっとね、鼻の香りが広がるような感じ。違ったかな、最後に焦げたかもしれない。いや本当に美味しかったです。ありがとうございます。最後さん、ありがとうございます。早速このマスタードをかけて、あとトマトケチャップもあるので、これをかけてもうちょっと揚げた方が良かったかな。これあの危険信号、イエローカード寸前。これなら大丈夫、これなら大丈夫でしょうね。これでこうマスタードをかけて、まあ、今のはカットします。からケチャップもたっぷりつけていただいてみようかなと思います。いただきます。このね、お店の方がおすすめしてた意味がすごくよくわかった。本当にカレーの味がしっかり効いてる、だけどあんまり辛すぎない。だって下手するとマスタードとカレーのダブルパンチで僕死んじゃいますもんそんなことはないか。じゃあちょっと食べろってことでね、食べ進めますよ。最高に美味しいです。まさかね、カレー味のチョリソーがあるとは思わなかった。これはもう予想外。
いや、お腹いっぱいになりましたよ。うん、お腹いっぱいです。本当に本当に美味しかったです。カレー味のチョリソーと黒ビールが最高の最強のコンビになろうとは全く予想してなかったですね。じゃあ最後にこのビールをいただいちゃいます。ごちそうさまでした。というわけで今回3軒のお店を本当僕の思いつくままに回らせていただきました。たまにはこういう自分のためだけの動画もちょっと出させていただきつつ、ただこんな状況ですから感染症の拡大がひどくてなかなか飲食店さんに打撃が回っているような状況の中で、こういった形で多少ないのもお役に立てればいいなと思って今日この動画撮らせていただきました。この動画もし気に入っていただいたようでしたらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。もしよかったら鎌倉に足運んだ時に今日ご紹介した3軒のお店足運んでみてください。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。